今回は摂取重心化したんでこれ使っていきます。性能はまあこんな感じで、ダメ音魔法陣と水属性キラー M とか剣心みたいな感じになったね。あと武蔵で遊撃一体つけてきて、残りは超バランスにしてるんで、まあ実質遊撃ついてるような感じ。最低でも 1.2 倍なんで、でこれをまあもともと蓬莱ですごい適正キャラよみたいな感じで実装されてるんで、まあこれが蓬莱でどうなったのかっていうのを見ていこうと思います。で、あと、使ってみたの、公式の動画でもやってたけど、これを、はい。まあ、これぐらいの、それっぽい角度で打ったら、おぉこうなる。いや、やっと、ウォールスルーバレットって正直、ポンコツ友情の部類だと思ってるけど、まあ、これだけ強かったら、まあ、なかなか、いけるんじゃないんでしょうかっていう感じですね。だこれが、おぉ、で、一発これが、だから、8万6000だけど、威力2倍でだいたい17万くらいになって、で、超バランスも相まって、すごい強くなるよ、みたいな感じ。はい。これで、おぉ、一発当たるだけ。やべ、でもこれぐらい強くないと強いってもう、思われないもんね。今までウォールスルーが強いと思ったこと、私、かけらもないもん。これもだから結局、適当な角度で打っとけば、うまいこと当たってくれて、おぉ。で、消し飛ぶね。いや、でもなんでウォールスルーついたんだろうか。なんでウォールスルーついたのかな、本当に。だ、もともと確か神化が、なんじゃったっけ、扇形拡散弾と、あとなんかもう一個、普通の友情ついてたはずなんですよね。これがなんかウォールスルーバレットについたのは、まあ、多分会議で運営さんが、なんかなんだろう、いやー、接種の神化の友情何にしますみたいな話をしてる時に、いや、無難に扇形拡散弾調教にして、つけときますかみたいな流れになった時に、誰かが、いや、ウォルスルーバレットで行こうみたいなことできっと言ったんでしょうね。なんでこんな風にしたのかよくわかんないけど。で、これも意外とでっかくなったら使えるんですけど、まあ、あとは真横間で撃つとか。なんか、適当に撃って強い、まあ、これだけ強かったら強いけど、はい。おぉ。なんか弱点に狙って当ててるっていうの意外と難しいもんね。でも意外とこれ、あれ割と一点抜けしてない？浦島の時くらいから。いやでもこんな時代ね、もう蓬莱もちょっとあれだからな。はい。あとこれね、はいはい。構えると一緒で、脇得得る族なんですよね。これはなんか、もしかしたらどっかで輝くかもしれない。脇だけに。これやっていきます。いやでも全部いってんのか。これもだから結局、はい。で、友情も当てつつ、やばい、殴りが強すぎて、ちょっと友情の強さ見せたいな。これを多分横に下がって打っていけば、やべえ、これもう蓬莱なんか、なんだっけ、なんかで張ってっていう動画出したけど、当たり前のようにみんな張ってた。なんかこれを、友情一発で、はい。ほとんど殴り入れてないのに倒しちゃったんですけど。いや、これをなんか本領発揮できる。いや、最近、あんまりないもんね。なんかコラボの超究極以外で難しいクエスト。あと、豪絶。はい。これで、はいはい。なんかでもこれだけ威力高かったら、威力結局、そうね、遊撃つけた超バランスだったら、多分20万から30万ぐらいの威力余裕で出れるから、それをなんか遊べるみたいなことありそうな気がするね。ね。これで、まあ、倒して終わりかな。ちょっと遊んでたけど。はい。よし、じゃあダウトでも使ってみようと思います。いや、今高難易度ここしかないから行けるとこ。で、まあ、ここまで来るのに、ちょっとやってて気づいたんですけど、ウォールスルー通るね。なんで、意外と、まあ、ありかなしかで言ったら、まあ、ザドキエルでよくねって言われると思うけど、こういうのも使えますよっていうの、まあ、ありますね。だからこれを、だから、イカでね、友情通るんですよね。いやー、2体分はちょっと厳しいな。はい。こうやって出したら、ほらほら、だから2発当てたら、もう、倒せちゃうみたいな感じ。いや、本当はこれね、魔法陣ついたから、ノクターン、行きたいなーって思ったんですけど、いやー、ちょっと無理っすね、ノクターンは。やっぱ地雷が即死なんで、はい、はい。横勘で当てると強いね。しかもこれ、ディビジョンガード無視できるから、そういう意味でもなかなかありかもしれない。おだからこれを、意外とこれ横勘で、まあ、友情通しつつの、あ、でも剣欲しいな。やっぱ剣もらっとこう。で、剣もらっといて、倒しとく。うん。このウォールスルーで、あ、誘発してももしかして通ります、これ。剣持ってるからかな。今なんか誘発して通ったの、これすごくないっすか。なんでそれやっていこうと思います。
で、まあ一応反射枠入れとかないと価値倒せなくて、これ絶対積むんで、まあそれがタンポポで。どうなんだろう、そういうことは、これ友情、縦缶の方がいろいろ、まあいいや、ちょっとこれ斜めでいこう。はい。なんか一発当たるでしょ、多分。おお。あ、でもこれで削れるのいいかもね。まあエリミネイター超バランスでよくねって言われたら、否定できないんですけど。はい。これもだから縦缶で、ザドケールでも確かこれできてたような気がするけど、ほい。じゃこれで、はいはい。一撃殴れば、いや結構削れるね。で、弱点あるところだけ攻撃通るような感じなのかな。あ、そういえばツイッター見ました皆さん。コトダマンが、銀玉とコラボするらしいですね。いや、モンストで先月やったばっかのに、いや、来ると思わなんだ、思わなんだわ。いや、だいたいコトダマンとモンストって同じほら、ミクシーさんがやってる会社だから、なんていうか、同じコラボを速攻でやると、結局、モンストやればいいのか、コトダマンやればいいのか分かんねえみたいなのあるじゃないですか。だから、あんまりやんないかなって思うんですけど、いや、1ヶ月でやるんだね、みたいな。はいはい。これもなんか友情芸できるんじゃないの？なんか、いやでもこれ将来的にラウンドスパークとかそういうマジの一撃強い系のやつやってきたら、ちょっと面白いかもしんないね。はいはい。なんか適当に暴れて、でもこれあれだな。なんか覚醒させるやつ。あれ絶対倒すね。流れ的に。これを、これ縦缶で、あーでもこれ、横缶の方がそうなの強いな。大号令で動かすか、それとも。大号令で動かすか。で、剣拾わせて、ちょっとやっていきます。はい。ちなみにここで大号令、多分カウントブーストオールみんな通んないよね。あーそうね。攻撃通ってるのは多分、基本的に通ってるのは多分あの人かな。あの自分の。仲間が多分動いてもカウントなんとかウォールこれ通んないんで、そうね、意味ないかな、そんなに大号令の。雑魚処理とかに役に立つのかな。だからここを、反射とかにして、まあ無理やり動かすと、左とか倒せたりするのかな。これはい。カウント触れとかないと危ないから、まあこれはそのまま挟まっといて、はい。うん。あ、いける！ってことはこれやろうと思ったら、最初から運棒いるけど、最初から運棒いるけど、やったら、まあ艦隊でも、いけますよということですね。価値は無理やり。この反射化でゴリ押しして。あとはこれもだから結局縦勘で、じゃこれ、はい、はい。触れられるかな？あ、友情で削れるか。まあそれでいけますねって感じ。あとはもうそのまま適当に友情薄くいけば、はい。これ当たって、ただこれ一発だな。弱点に当たんないと。うお、当たれ！あっちに！いやもう、半分友情ゲンやん。タンポポなんて誘発役やで。はい。はい。で、殴って倒す。いや、でもこれ結構面白いかもしんないね。役に立つかは、役に立たないけども、はっきり言うと。まあ、遊びの領域あるけど、結構これは面白いんじゃないかな。あとはだから、これも結局1フレで倒せるのかな。あー、1フレじゃ倒せないですね。で、あとはこれも大号令使って、適当に暴れたら、そうね。だザドケールこういう時横勘でなんとかしたけど、はい。ただ多分これ仲間を動かしても取ってるのは、仲間を動かしても取ってるのは、多分、これ、摂取が水キラーでめちゃくちゃ火力高いからだからであって、おそらく、他のキャラがやったら多分こんなにきっと強くないんだろうな。一発当たんないかな？当たんないね。で、ただこれですげえもう動きやすくなったからザコ全部消えて、あとは多分横缶で普通に削って終わりなんじゃないのかな。いやでもやっぱ水キラー、このターン浴び族は、剣心の頃からほぼほぼ変わってないよね。やり口が。最近、武蔵とあれは、はい。終わるか。